お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。昭和最後のエロ落とし、村西徹でございます。はい、これ行かないとな、俺もな。今日は週刊誌がね、もう今週つまんないな。そうですね、全然なかったですね。あ、その前にあの週刊誌の ABC が発表になって、はい、またあのその実売部数がね、はい、やっぱトップは週刊文春なんですよ、はい、30万1166、はい、で次がね週刊現代、はい、20万、週刊新潮は16万ですからね。あ、だから大体週刊文春の半分ぐらいになっちゃったんだよ ね、はい、そうですね。で広告ももちろんそのあのなんていうかな、あんまりナショナルスポンサーの広告は少ないんですよ。そうですね、だからこれね相当きついんだろうね、やっぱりな、うん、だってここまあ欄間はまあナショナルじゃナショナルかな、分かんないけど、うん、きついですよねこれ。そこ行くと文春はねやっぱ広告はねいいの入ってるんですよ、パパスとかね、はい、うん、これだってまあひどいんですけど、ここは文春マルシェだからね、自社校だからね、はい、自社校ね、量産が、はい、量産が自社校はきついですよ、はい、だからやっぱり週刊誌大変だよね、はい、それでね驚いたのはね、うん、あのグローっていうねあの女性誌がね、はい、あの宝島社から出てるんですけど、はい、この1月から6月だけどね、半期だから、はい、ね 67% 伸びたんだよ。 67? ね、あのね60ね、なんだっけな、 67.6% 伸びた、はい、76,163部も増えてんのよ、はい、すげえ、これ女性誌がすげえ、これすごいなと、はい、これはその一番増えてるんだよ、そのリスト見ると、はい、ね、みんな減ってるのが多いのに、はい、で本屋って見たんだ、買ったんだよ、はい、だ1380円、高いって女性誌、それでね何が売り物かっていうとね、これ宝島社の雑誌が、はい、女性誌、はい、結構いいんですけどね、はい、女性誌苦戦してる中で、はい、だって JGA とかさ、はい、もう廃刊ですよ、あ JGA が、はいはい、あの、うん、一時代を隠した、うん、そういう時代で宝島の雑誌だけが売れてるのはね、うん、付録なんだよ。お、これもね、はい、あのね三つ折りなんとか、そのブランド名は僕は知らないようなね、はい、ブランドなんだけど、有名なブランドらしいんだけど、これのね三つ折り財布っていうのがね付録についてる。財布とかポーチとかそういうのがついてるやつ、うん、それで1380円、はい、我々高いですね。我々の業界でも同じですね、もう付録商法になってるんですよ。ああそう、ね、どういう業界も、どういうの、どういうの、 AV 業界でも DVD 売るときにはね、あの女優さんに大体10着ぐらいのパンティを履いてもらって、うん、でいろんなポーズをね、うん、10通りぐらいしてもらうんです、ね、でそれをこの世の中にたった1枚の写真と同時にあなたにこのパンティをと、うん、それでね売れるんだし、はい、なんか監督はすごい真剣な声で言ってる、どう受けていいか、もうね、付録がないとね、やっぱダメですね。宝島のこの付録商法は前からだけども、うん、そうなんやっぱりね、はい、そういうところに行くんじゃないでしょうかね。月刊原田もこれを挟んで売るように貧しくだろうね。あのそれだけでもね、はい、ちょっとねあれけどニューズウィークがね、はい、その25,000ぐらいなんだよ、はい、そうですね、これがね内容的にはね、はい、いつもね、うん、非常にいい内容なのにね、なんでね、はい、持って売れないかなと、うん、まあ、新聞広告やってないとかね、はい、そういうこともまあ多少関係あるかもしれないんだけど、うん、もっと売れてもいいですよ ね、 そうですね、もったいない、はい、これはまあでも低購読すればすごく安くなるから、でも2万いくらって言ってもこれ、うん、あの逆に言えば編集長キオスクなんかにほとんど置いてあるから、うん、少ない方ですよね、何が部数が少ない、ね、少ないんですよ。例えば月刊花なんか気をつけに置いといたらね、うん、はっきり言って30万部いってますよ。いやいやいや、そんなやっぱりね販売も結構あるように、僕もね、うん、よく気をつけてこのニュースウィーク買うんですけど、書店にも置いてあるし、置いてある、結構あちこちで置いてある割には2万何千部実売ってます。少ないですね、やっぱちょっとどっかね、うん、ピンと外れてんじゃないですかね、うん、日本人のまあなんか日本人がやっぱ国際性がないとかね、うん、そうですね、海外情報を取らないっていうところが若干出てるかも。もっと売れてもいいよねこれね、はい、内容から言うと、いや本当いいですよ、うん、はい、写真がいいですからね、うん、写真、そうそう、写真見るだけでもいいしね、はい、ビジュアルはね、うん、表紙だってうまいよねこれ、はい、これだってそうですね、うん、いやーっていうこととかですね、はい、あと最近あれだな、藤十郎さんが亡くなったでしょ、88歳で、うん、で藤十郎さんはね鴈治郎って言ってたんだけどね、はい、藤十郎襲名してね、でも最近のね歌舞伎座で行って見てるとね、もうやっぱお年だから声がちっちゃくてね、うん、ちょっとそのちょっと難しいなと思いましたけどね、はい、でも前にね
一回だけインタビューしたことあるんですよ、はい、深田雄介さんとのね、はい、対談をやりまして、はい、でその時にね、色紙書いてくれたんだよ、うん、彼が一生青春っていう、うん、ね、彼のその得意な言葉なんだけど、はい、それ僕はあそこに飾ってありますよ、編集部に。お一生青春いいでしょ、はい、あれ編集者は産経新聞に書かれてましたよね。そうそう、湯川人ね。あ、湯川人、そうそう、あれなんだって。 それは、まあ、彼が もちろん好きな言葉なんだけど、うん、はい、77歳の時に19歳の、京都 あの芸妓さんとですね、はい、悪いことしてですね、はい、報道されちゃったんで、はい、でその時記者会見でですね、はい、一生青春って言ったんです、ね、いや、それ前から好きな言葉だったの、はいはい、彼が。なるほど。うん、生っていうのは立身弁の方ですか。あ、それはでしょうね、はい、監督だったら、はいはい、監督はね、青春、一生です、一生青春ってことですよね、はい、そうそう、やっぱさすがですよ、やっぱり女方ね、はい、前を開いちゃってね、うん、ただクッとフェードアウトしていったんで、うん、あれ何かあったかなって言ったら、やっぱりちょっと、うん、晩年は認知症を患ってたみたいな、ね、まあまあもう年だからね、出てましたからね、あ、そういうことなのかなと思いましたね、うんうん、そうですね、うん、いや、まだまだ現役でね、はい、頑張ってられてもおかしくないような、うん、お年ですよ。そうそう、はい、歌舞伎の役者さんは長い間やってる人も多いしね、うん、まだやってもいいんですけど、はい、ただああいう奥さんを持たれたことが、はい、やっぱりね、うん、こう最後の何ていうか人間観を追ってそのな定まると言いますけど、うん、一つの評価ですよね、うん、例の健さんみたいなね、国民的にスタートで死んじまったらね、まあそうだね、墓出してもらえないわ ね、 そうだね、なんかね、散骨どっかの海に散骨したみたいになっちゃったりね、うん、もうなんか、いや本当ですね、そもそもついやもなくね、そうそう、なんか生きてた証拠が何もなくなっちゃったと、うん、まあ、私は誰、僕はどこみたいな、うん、こういうことにね、うん、なりかねないんですね、うん、生前予防に対してちゃんと尽くしておかないと、うん、だからそういう意味ではね、監督大丈夫ですか。だから私もね、外に編集長出るたんびに、あんた今日はどこに行くのと、静かにしててちょうだいよと、ろくなことないんだからと、いつもお叱り受けながら、もう本当に今日は違うよ、花田編集長、大王の花田編集長のちょっとお仕事で行くんだよって言って振りほどくように外出してるんです。振りほどくように逃げるようにね、まあこういう最後にこう死んだ後にね、その女房の立ち振る舞いというのは重要ですね。あ、そうだね、僕はああいう健さんの最後の、もう大好きだった健さんのね、最後を見てね、うん、山城慎吾なんかもそうですけど、うん、なかなかね、うん、晩年寂しい思いをしちゃうと、うん、そういう意味では三船敏郎さんの奥さんなんかはご立派ですよね、うん、最後はね、うん、自分で、まあ、認知症を患われた三船敏郎さんを全部引き受けてね、そうそう、車椅子をして ね写真撮られてましたけど ねやっぱりどういう女房を持つかということ、うん、まあ、どういう女房を持つかというよりも、生前どういう女房孝行してきたのかということになっちゃうんでしょうけどね、うんうん、そうですよね、これはなかなか難しいですけど、よもやね、編集長、はい、健さんがあんな仕打ちでね、健さんはちょっと気の毒ですよ ねあれちょっと自分自身でね、うん、俺のことを書いてくれなんて言っても、あの人は言うはずもないようなことで ね、まあ、でね、自伝まで出されちゃって、そうそうそうですね、確かに、ああいう思いっていうのはね、本当に人事じゃありませんよ、うん、本当にね、気をつけてください、うん